お元気ですか、ボクシムです。今回は 2021BBM、ベースボールカードオリックスバファローズヒストリーの開封動画、3回目の後編7袋をやっていきたいと思います。それではね、早速やっていきたいと思います。それではね、1袋目でございます。山口藤尾内野手でございます。ブーマー、ウェルズ内野手でございます。今井雄太郎投手でございます。11年間で8人の監督が交代したとのカードでございます。日高剛捕手でございます。2袋目でございます。今井雄太郎投手でございます。岡林浩二でございます。小川博文内野手でございます。三浦博之投手でございます。宮本幸信投手でございます。3袋目でございます。山岡大輔投手でございます。元西厚弘外野手でございます。山口和夫投手でございます。宗宗馬外野手でございます。糸井義雄外野手でございます。4袋目でございます。小林宏志投手でございます。小林宏志投手でございます。下山真嗣外野手でございます。小林真也外野手でございます。宮本幸信投手でございます。西勇輝投手でございます。はい、5袋目でございます。早川大輔外野手でございます。美濃田浩二外野手でございます。でレジェンドオブヒーローのカードなんですが、山本由伸投手なんですが、こちらね、ちょっとね、わかりますでしょうか、ちょっと琥珀色してますね。こちらが100枚限定カードとなっております。現在はね、あのメジャーリーガーでございます。小屋の栄一内野手でございます。加藤秀樹内野手でございます。はい、6袋目でございます。若月健也捕手でございます。で河村健一郎捕手でございまして、なんと直筆サインカードが出ますね。白石静雄投手のね、こちら直筆サインカードでなっております。こちらがね、90分の85となっております。で吉田正尚外野手でございまして、最後は藤井康雄外野手でございます。はい、以上で、オリックスバファローズベースボールカードヒストリー 2021BBM で、はい、後編の、7袋ね、終わりたいと思います。で最後にね、この2つの2枚を、ね、紹介したいと思います。まずはですね、このレジェンドオブヒーローの、山本由伸投手と、こちらが100枚限定カードとなっております。でこちらね、前編でもね、直筆サインカード出たんですけどね、この後編の7袋でも、直筆サインカードが出ました。白石静雄投手のカードでございます。はい、ね、
この2つのカードでございます。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。